今日の記者解説は新型コロナワクチンの健康被害と国の救済制度の問題点についてお伝えします。まずはこちらをご覧ください。新型コロナワクチンを接種した後にですね、健康被害を訴えて国の救済制度に申請し、因果関係をこれ否定できないとして医療費や死亡一時金などの支給が認定された方の数です。11月29日現在で認定された件数は5357件、このうち死亡例の認定が377件となっています。じゃあこれはどれくらいの数なのかというのを確認していきます。例えばこれまでインフルエンザや BCG など新型コロナワクチンを除いて過去45年間のすべてのワクチンの累計で認定数は3522件でした。一方新型コロナワクチンはというと5357件、過去45年間のすべてのワクチンの累計を超えています。まだ3000件が審議されていないため今後も増える見込みとなっています。続いて死亡例についても見ていきます。死亡一時金や相殺料といった認定数ですね、死亡例の認定数も377件、過去45年のすべてのワクチンの累計の2倍以上となっているんですね。今ちょうど子どもの、あのワクチン、毎月0歳児はあるので、すごく身近な存在なんですけれども、これ全て入れてってことですよね。そうですね、小さい時からこう打ってるものを入れてっていう、あの子どもの頃からのワクチンも全部含めてということになります。累計に関してはですね、子どもの定期接種のワクチン10種類ありまして、複数回打つものもありますよね。でインフルエンザであれば任意で毎年打っている方も多いと思うんですけども、ですので、皆さん大体これまでに数十回のワクチンを打っていると。圧倒的にこちらの方が数は多いはずなのに、新型コロナワクチン多い方でも7回だと思いますが飛び抜けてしまっているんですね。しかしこれは氷山の一角と言えるかもしれません。というのも、この制度はですね、まず続いての画面ですね、被害を受けた方あるいは家族の方が申請をするんですけども、この死亡一時金に関しては支給対象が配偶者または同一の生計を同じくしている、その遺族と限られているんです。そのため一人暮らしの方が亡くなった場合、あるいは子供がいても一緒に住んで生計を共にしていないと、そもそも申請すらできないということなんです。さらにこの申請から認定まで少なくとも1年はかかると言われていまして、膨大な量の資料を自費で集めないといけないため申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。新型コロナワクチン接種後に妻が亡くなってこの健康被害救済制度に申請した加古川市の男性を取材しました。最後何も話してなかったんでね、かわいそうなことしたいうのはやっぱりずっと心に残ってましてね、なんか助けてくれ一時言うたんやろうなぁ思うんですけど、気がつかへんかったはちょっと悔やまれるんですけどね、加古川市に住む66歳の男性、去年3月24日長年連れ添った52歳の妻を亡くしました。男性の妻は2回ファイザーのワクチンを接種した後、去年3月3回目にモデルナのワクチンを接種、3日後に発熱と肩の痛みがあり翌日収まりましたが、5日目の早朝男性が異変に気づきました。口からなんか泡みたいなの出て、唇がもう土色で、ちょっと表現難しいけど、もう多分あの状態は一生焼き付いてしまいますよね。反応がなかったことから男性は人工呼吸を行い119番通報。男性の妻は加古川市内の総合病院に運ばれました。まさかなとか思い持って待っとったんですけども、30分後ぐらいに先生が、救命措置したんですけども、あきませんでした言うんで、声が出んような泣き方しとったような感じで、それからもう警察が来て、家で亡くなられたということなんで、法律上
解剖せないかんのですうから。もう兵庫県内の大学病院で解剖が行われ、死体検案書には致死性不整脈の疑いと記されていました。落ち着いてよく考えたら、ワクチンを打って5日目やなぁ。死体検案したところに電話したんですけども、そのワクチンのことどうでしょうか言って聞いたら、そのことについては判断はできませんということで返されてしまったと。これまで不整脈と言われたことや心臓血管の異常はなく納得ができなかったことから、男性は去年7月市役所に相談に行きました。周りでこんな人いるんじゃないかなと思って、何がしろにしたらいかんなと思ったんで、とりあえず記録に残してくれということを話しに行ったんですよ。妻の死亡事例を市の公文書として記録に残してもらったほか、市から健康被害救済制度に申請するようアドバイスを受けました。およそ2ヶ月かけて必要な書類を集め、去年9月に申請しましたが、1年3ヶ月が経ってもまだ連絡はありません。夫婦に子供はおらず、申請した男性自身も病気を患い闘病中であることから、できる限り早く審議結果を出してくれることを願っています。私もその結構いろいろねありますんで、そのに待てるんかなというのもあるんですけども、私も一人暮らしですんでね、どういう結果が出るんかはもう死んでしまったらわからんし、せめてもう少し早めにね判定結果というんですかね、そんなが出るようにしていただいたらとは思うんですけどね。病院のカルテや受診証明書など膨大な量の資料を自ら集める必要があり、認定までに少なくとも1年以上かかる一方で、そもそも申請すらできない人がいるのが現状です。生活を共にしている人ということなんで、生計を共にしていることでね、そのおかしいんちゃうかなと思ったんですけどね。失礼します。看護師で加古川市議会議員の藤原光恵さん、新型コロナワクチン接種後の副反応や後遺症患者のサポートに携わっています。訪問看護の仕事をしてたので、やっぱり利用者さんが体調を崩されたり、スタッフもやっぱり打った後に体調が悪くなったり、これはやっぱりおかしいって思って、それを声を上げるために議員になったんですね。藤原さんは健康被害救済制度をもっと広報するべきだと訴えています。副反応報告もそうだけど、救済制度も申請すらされてないじゃないかな。たくさんの方が亡くなられて言うべきやと思ったんで、積極的に動かしてもらったんですけどね、まあ、なかなかね、その市民の方が声を上げるっていうのが本当少ないと思います。自ら市役所に行って、でそこで話をされるっていうのは本当にもうごく稀で、皆さん思ってても言わなかったり、だから実際把握できない。私ら受け身しかないんで、持つしかないと。この事実を真摯に受け取ってもらって、早急になるべく皆さんに報告できるような、いい報告なんか悪い報告には分かりませんけども、判断をしてもらいたいということですね、なるべく早くということでしたけども、実は健康被害救済制度というのは迅速に被害者を救済保障するための制度でして、そのために厳密な因果関係を必要とせず、幅広く認定するというものなんですね。で厚生労働省は審議会の頻度をかなり増やして対応しているんですけども、小林さん、加古川市在住ということで1年かかると、やっぱり最低でも1年長いですよね。
これだけ身近な場所でそういったことが起きているってまず驚きですし、1年以上もうかかってるんですよね、1年3ヶ月かかってますね。もういつまでっていう期間をしっかり提示してあげるっていうのは、ね、気持ちの部分でも相手を救う部分もありますし、何より、ね、一緒に生計を共に していないといけないとか、はい、そういったルールがあるっていうのもやっぱり疑問ですね。申請すらできない人もいらっしゃるということですね。そうですね、まあ、これ新型コロナワクチンに限らずの問題ですので、制度としてもともと問題があったと言えるかもしれませんね。そしてもう一つこういった制度もあるんですね。詳しく見ていきます。副反応疑い報告制度、こちらはワクチンの安全性を評価するための制度なんですね。主に医師が国に報告する制度で、厳密な因果関係を評価するんです。専門家が評価します。ではどれくらい報告があったのかを見ていきます。これまでに2122人が新型コロナワクチン接種後に亡くなったと報告されています。ただ因果関係が認められた事例は2件、 99.3% の2109件が情報不足などによって評価できないと判定されています。加古川氏のご遺族のケースは医師からの報告はありませんので、ここに含まれていません。男性はこの制度自体をですね、サンテレビの取材を通して初めて知ったそうです。被害者遺族自らが報告することも可能ということですので、男性は自分の体調の様子を見ながら報告するかどうかを考えたいとしています。国はこの2つの制度を国民や医療機関、そして行政にしっかりと伝えていくということ、そして迅速な救済認定が求められていると思います。以上、特集でした。